今日は非常にいいカードになりました。やりましたね。本当決勝にふさわしいあの2個が来ましたね、はい。そして林さん、1年前思い出しますか？思い出しますね。で去年得点を8点ですが、今年、はい、富山第一の石黒君というのが9得点、はい、記録破られちゃいました。簡単に抜かされましたね、はい。ただあの得点を記録したというのはやはりプロに入ってからも随分励みになったでしょ？そうですね。すごいこの大会で、まあ、やっていく自信もついてきたんで、うん、はい、そうですか。さあ東京の午後2時現在の気温が10度一部、やや寒さを感じます。湿度が 56%、 北北西の風 2.6 メートルと発表されております。それではまず市立船橋高校のこの決勝までの戦いぶり振り返ってみましょう。1回戦からの登場でした、徳島商業2対0、それから2回戦仙台育英を2対0、そして3回戦好カードでした東福岡、2連覇3連覇がかかる東福岡を3対0と下しました。そして準々決勝では日大藤沢を6対0と破って、昨日の準決勝は0対0。まずこの選手権でも PK 勝ちがなかった市立船橋が初めて PK 勝ちして、今日ここに駒を進めてまいりました。一方の鹿児島実業の方ですが、鹿児島実業も3回戦猛火、4回戦この準々決勝ですね、2対1、帝京高校と2対1という接戦を勝ち抜いて、昨日準決勝4対1、富山第一を下して今日の決勝に駒を進めました。鹿児島実業は4年ぶり2度目の優勝を目指します。一方の市立船橋は3年ぶり3度目の優勝を狙います。市立船橋は3年ぶり11回目の選手権、鹿児島実業は2年ぶり17回目の選手権出場です。なお主審は吉田俊光さん、副審が石澤悟さん、それから青木隆さん、予備審判が穴澤勤さんで行われます。さあ決勝戦、4192校の頂点目指して前半の40分が間もなくキックオフされます。ミニエンドを取りました赤いユニフォームの鹿児島実業のキックオフで試合が今始まりました。前半の40分キックオフです。鹿児島実業のキックオフで今前半が始まりました。左にエンドを取りましたブルーのユニフォームが千葉県代表の船橋市立船橋高等学校、キャプテンの羽田、キャプテンマーク5番をつけています。そして一方赤いユニフォーム、こちらは9番の田原センターフォワード、この長身のセンターフォワードとここまで無失点で勝ち上がってきた市立船橋高校のディフェンス、この勝負が見ものであります。この決勝戦、そのディフェンスラインを統括するキャプテンの5番の羽田、そして10番の松井、9番の田原、鹿児島実業はこの9番10番に得点が生まれれば優勝へ大きく近づきます。まず市立船橋陣内でゲームが進んでいます。さあ縦にパスを出して走り込んでいこうという松井ですが、これは攻めきれません。そして中澤です。さて市立船橋高校のスターティングメンバーをご覧いただきましょうか。ゴールキーパーが黒川、昨日 PK 戦を制しました黒川、ファインプレーがありました。そしてディフェンダーは2番の千坂が右サイド、3番の駒形が左サイド、そして4番の中澤と5番の羽田、この4番5番のセンターバックが強力です。そしてミッドフィルダー4人、6番の藤沼がボランチ、13番の秋田が右サイド、14番の本橋は2列目、セルジオエチゴさんが非常に好きな選手だと、好きなタイプの選手だとおっしゃいます。14番の本橋、そして15番左サイドは永井、そしてフォワードが2人、10番の原と11番の長沼です。サブのメンバーは小林、渡辺、この8番の渡辺は、途中交代があるかもしれません。そして9番の山崎、12番の岩本、16番渡辺、17番の青木、18番菅孫斌、20番の西角、そして24番の阿部、こういうメンバーが入っております。今セルジオさん、ちょっとあの14番の本橋のことを触れましたが、はいはい、まあ、市立船橋は4番の中澤、5番の羽田、この2人のディフェンスが完璧です。そうですね。ただやっぱり攻撃にね、はい、本橋君がセットプレー以外にもね、非常に運動量豊富 で彼の良さっていうのはゲーム作れると同時にやっぱり点取りに行くっていう力を持ってるから、非常に相手としては嫌な選手ですね。さあ10番の原が突っ込んでいきました。これは
足に行っています、ボールに行っていますので大丈夫です。いい守りを見せました22番の上本大海、この大会1得点をマークしています。向こう側のタッチラインをボールが割りました。さあそれでは鹿児島実業のスターティングメンバーいきましょうか。ゴールキーパーは1番の野崎、そしてディフェンダーが2番の川辺が左サイド、3番の那須と22番の上本がセンターバックです。そして14番右側に上村、ミッドフィールダーは4人です。同じシステムを取ります。5番の前田がボランチ、7番の池畑は2列目の選手、そして19番の萩原、昨日も得点がありました右サイド、そして左サイドは小柄ですが、おっとさあチャンスになった、ここで振り向いて、ここからのシュートはありませんでした。萩原11番の内野が左側、そしてフォワードが9番の田原と10番の松井です。さあ果実がチャンスだ、先制点を挙げることができるか、ヘッドでつないで、ここから振り向いてシュートは無理でした。これは10番の松井のシュートですが、ゴールの中には飛んでいきませんでした。そしてサブのメンバーもご覧いただきましょうか。4番の夏迫陽平と8番の夏迫良平は双子の兄弟、そして12番の久留、13番原、15番の西橋、16番は宗野と呼びます、17番萩原達郎、そして18番が毛井、23番が諏訪園、これが鹿児島実業のスターティングメンバーと控えの選手です。10番松井、かけた情けは水に流し、受けた恩は石に刻む、この言葉を胸に今日は戦います。国立の芝、世界に通じる緑の絨毯の上を、カリスイレブンは今日も中央無尽に駆け巡ります。はい、さあ11番の内野だ、内野が決まってシュート、ドッとキーパーの黒川反応したが、キーパーが触ってゴールラインを割りましたので、前半1本目のコーナーキックは鹿児島実業です。今のドリブルからの鋭いシュートでした。セルジオさん、あのうちの君というのはドリブルで仕掛けるという選手ですけども、はい、忘れちゃいけないのは本当にキックの正確さを持っている選手ですね。パスにしてもシュートにしても本当に素晴らしい選手ですね。さあチャンスになるか、シュート打てません、まあ、セットプレー以外でも流れの中でゴール前でも非常に危険な生まれてきますね。田原にそのサイドからえぐったボールが行けばチャンスは生まれます。さあ今度は右サイドからシュート、このミドルレンジからのシュートをどんどん打ってきます鹿児島実業、10番の松井です。この10番の松井、それから9番の田原、この2人に注目してください。鹿児島実業はシュートが4本、市立船橋はまだシュートがありません。去年の東京オリンピック、そのオリンピックの遺産である国立競技場をメイン会場に、東京、それから千葉、埼玉、神奈川の首都圏の開催に代わって、今年が24回目を迎えますこの全国高等学校サッカー選手権。さあシュートまでは持っていけない、この辺のディフェンス落ち着いています。関西最後の開催となった昭和50年度54回大会で、さあチャンスになったぞ、10番の原が持ち込んでいって左側にシュート、しかしこれはゴールポストの左側でした。昭和50年度54回大会で浦和南が優勝、東京に移って浦和南が連続優勝、大阪から東京へ優勝のアーチをかけました。まあ、浦和南と静岡学園の決勝戦は歴史に残る好ゲームになりました。まあ、これで高校サッカー人気に火がついたと言ってもいいでしょう。首都圏に移ってこれで今年が24回目、今日の決勝戦がこれで国立競技場70試合目です。田原行く、ドリブルはシュートは打てませんでした。コーナーキックを取りました。セルジオさん、この時間帯市立船橋がだいぶリズムをつかんで攻撃に行けるようになりました。鹿児島実業が立ち上がるからどんどん押して、ちょっとオーバーペースで攻めてたと思うんですね。はい、でその裏どうしても浅くなるバックラインにいい逆襲してますね、市立船橋はね。10番の原がニアポストに待っています。しかし4番の中澤、5番の羽田、この2人を警戒しなくてはいけません。さあ誰に合わすか、4番の中澤ファーポストにいるぞ、その中澤だ、シュート、中澤先制ゴールです。4番の中澤、決勝戦の先制ゴールは市立船橋高校、前半13分、4番の中澤ドンピシャリのヘディングシュート決まりました。さあ切り替えていこうとイレブンに声をかける鍵津イレブンですが、貴重な先制
点はこの永井からのコーナーキック4番の中澤でした。ゴールでしたね、永井君のね。素晴らしい、蹴った方も良かった、はい、あのキーパーが、ね、出にくいんですね、はい、あのスピードではね。非常にあのパーフェクトなキックでしたね。2本目のシュートがなんと得点、中澤。一方果実は4本のシュート。これでこの大会中澤は4得点目ということになります。さあ今度は果実は点を取りに行かなくてはいけません。まあ、果実もね、この大会非常にセットプレーから、はい、コーナーから点取ってるっていう、はい、あの特徴がありますからね。今日の試合もまだまだこういう各セットプレー各チームのコーナーというのはすごい見どころがありますね。そうですね。市立船橋高校が1点を先制。さあ11番の内野、周りを見ながらオーバーラップしてくる選手を確かめて、今川辺がオーバーラップしてきて、さあゴール前に上がった。シュート打てるか、左足でシュート、鹿児島実業はあの帝京戦ですか、確か先に先行されたんですね。それで逆転されて、やっぱり大会期間に経験している部分もね、うん、で連続3試合は勝ってるけども、はい、1点はされてるっていう、まあ、まだ1点まで の、 あのダメージはこのチームにはないじゃないかなと思います、ね、なるほどね、はい、これボールをカットして鹿児島実業がここから組み立てる。いいワンツーを使って折り返せるか。松井がずっとドリブルで行く、ドリブルで行く。田原が待っている。田原に通ればチャンスだ。この辺の体の入れ方が非常にうまい市立船橋高校のディフェンス。鹿児島実業、しかしこれカットします。藤沼が前線にフィード、原が走っています。左サイド10番の原が走っている。22番の上本大会がかろうじてクリアしました。J リーグの監督が来ているかちょっと分からないですけども、はい、まあ、スカウトに任すのもいいんですけども、まあ、本職の監督として、はい、まあ、こういう大会全体は無理としても、まあ、決勝戦ぐらい見に来てくれたら、なお取り締えが来ているということが、いかにいいことということが証明されるじゃないかなと思いますね。そうですね、はい、このように平瀬は話しています。そしてジョーは昨日スペインリーグに渡りました。シュートですが、これはキーパー野崎がキャッチしました。原のシュート。まあ、日本代表を5人も出している鹿児島実業、名選手を生み出す鹿児島実業の今回のフォワードのレベルが高いという OB の平瀬選手はそう言っています。さあ果実チャンスか。左足で内野、しかしこれはゴールマウスには飛んでいきませんでした。ですから高校生の年代は時間をかけて教えてやるべきなんだ。まあ、例えばね、セルジオさん、教える側でも虫の居所が悪くてちょっと怒りすぎちゃったかなっていう日があると、はい、以上の成績がないとこの国立競技場ですプレーはできません。ですからこれからの人生を歩む中で、さあ内野が折り返すね。どうですか、これからの。そうですか、やはり全然違いますか。違いますね。さあ10番の松井が切り込んでいきます。田原がゴールの正面で待っていますが、なかなかこのペナルティーエリアの中に入れません。ハーフタイムの1点差っていうのは、ロカルームの酸素の量が違って感じますよね。そうですか、はい、勝ってる方がね、すごく酸素を感じますよね。ああ、そういうもんですか。そのハーフタイムに入るまであと30秒ほどです。手元の時計だ。さあシュートは池畑、左足のシュートは池畑キャプテンですが、8本目のシュートもゴールネットを揺らすことはできません。シュートは8本打っている鹿児島実業、一方の市立船橋は4本のシュート。そして松井が3本、内野が2本、田原はまだ1本しかありません。特に田原君がヘディングでゴール前でプレーするというシーンがすごく少ないですね。ああそうですね。今手元の時計で40分を回りました。ロスタイムはどうやら掲示がありませんので、ロスタイムはなさそうです。まあ、1分未満というふうにご理解いただきましょう。もうほとんど前半は時間がありません。まあ、主審がちょっと時計を今見やりました。ここで前半の40分が終了しました。前半の40分を終わって市立船橋高校が1対0とリードしてハーフタイムに入ります。第78回全国高校サッカー選手権大会、この放送は民間放送42社の共同制作で東京国立競技場からお送りしております。